金の輪小川未明一太郎は長い間病気で伏していましたがようやく床から離れて出られるようになりましたけれどまだ3月の末で朝と晩には寒いことがありましただから日の当たっている時には外へ出ても差し支えなかったけれど晩方になると 早く家へ入るようにお母さんから言い聞かされていました。まだ桜の花も桃の花も咲くにははようございましたけれど、梅だけが垣根の際に咲いていました。そして雪も大抵消えてしまって、ただ大きな寺の裏や畑の隅のところなどに行く分か消えずに残っているくらいのものでありました。 太郎は外に出ましたけれど、往来にはちょうど誰も友達が遊んでいませんでした。みんな天気が良いので、遠くの方まで遊びに行ったものと見えます。もしこの近所であったら自分も行ってみようと思って、耳を澄ましてみましたけれど、それらしい声などは聞こえなかったのであります。一人しょんぼりとして、 太郎は家の前に立っていましたが畑には去年取り残した野菜などが新しく緑色の芽を吹きましたのでそれを見ながら細い道を歩いていましたするとよい金の輪の触れ合う音がしてちょうど鈴を鳴らすように聞こえてきました彼方を見ますと往来の上を一人の少年が 輪を回ししながら走ってきましたそしてその輪は金色に光っていました。太郎は目を見張りました。かつてこんなに美しく光る輪を見なかったからであります。しかも少年の回してくる金の輪は2つでそれが互いに触れ合って良い音色を立てるのであります。 太郎はかつてこんなに手際よく輪を回す少年を見たことがありませんいったい誰だろうと思って彼方の往来を走っていく少年の顔を眺めましたが全く見覚えのない少年でありましたこの知らぬ少年はその往来を過ぎるときにちょっと太郎の方を向いて微笑しましたちょうど、 知った友達に向かってするように懐かしげに見えました輪を回していく少年の姿はやがて白い道の方に消えてしまいましたけれど太郎はいつまでも立ってその行方を見守っていました太郎は誰だろうとその少年のことを考えました いつこの村へ越してきたんだろうそれとも遠い町の方から遊びに来たんだろうかと思いました明くる日の午後太郎はまた畑の中に出てみましたするとちょうど昨日と同じ時刻に和の鳴る音が聞こえてきました太郎は彼方の往来を見ますと少年が 二つのの輪輪を回しししててて走ってきままたたその輪は金色に輝いて見えました少年はその往来を過ぎるときにこちらを向いて昨日よりも一層懐かしげに微笑んだのでありますそして何か言いたげな様子をしてちょっと首をかしげましたがついそのまま行ってしまいました 太郎は畑の中に立ってしょんぼりとして少年の行方を見送りましたいつしかその姿は白い道の彼方に消えてしまったのですけれどいつまでもその少年の白い顔と微笑とが太郎の目に残っていて取れませんでしたいったい誰だろうと 太郎は不思議に思えてなりませんでした。今まで一度も見たことがない少年だけれど、なんとなく一番親しい友達のような気がしてならなかったのです。明日ばかりは物を言ってお友達になろうといろいろ空想を描きました。やがて西の空が赤くなって日暮れ型になりましたから、太郎は 家の中に入りましたその晩、太郎は母親に向かって、2日も同じ時刻に金の輪を回して走っている少年のことを語りました。母親は信じませんでした。太郎は少年と友達になって、自分は少年から金の輪を1つ分けてもらって、往来の上を2人で、 どこまでも走って行く夢を見ました。そして、いつしか二人は、赤い夕焼け空の中に入ってしまった夢を見ました。あくる日から、太郎はまた熱が出ました。そして、二、三日目に七つで亡くなりました。